どうも、イムイムです。今回はですね、サイコパス3の考察のオープニング&エンディング編です。まだ1話しか放送されてませんが、考察したいポイントがありすぎて動画をテーマごとに分けることにします。はい、まあ大体こんな感じで、相変わらずですね、まあ2話の地上波まで間に合えばいいんだよっていうスタンスでいきますので、はい、そんなもん知らん。ではお付き合い願います。さて3期はですね、オープニングが1分31秒、エンディングが1分29秒、まあこれらたった3分の間なんですけども、いろいろツッコミどころがあったのでまとめてみます。ちなみになんですけども、全シリーズ共通している集合写真とサイコパスの説明のシーンってあるじゃないですか。あれって全シリーズ通して4秒で統一されているのってご存知でしたか？この秒数がですね、実はシリーズの数とかなら嬉しいんですけどね。まあ多分演出の都合です。はい、あとですね、最初に謝っておきたいんですけども、ちょっとまだ1話しか放送されてないっていうのもあり、情報が少なすぎてね、まとまりがなさすぎた結果、はーってなったシーンに突っ込み続けるだけの動画になってます。ご了承ください。すいません。はい、ではまずオープニングからです。まずはですね、前提からです。今作のオープニングですね、一期の後期オープニング、アウトオブコントロールと似た構成になってます。自分との格闘、カラーリングがコロコロ変わるなど、まあパッと見ても似てるなーと思った人が多いはずです。でですよ、似てるっていうことは、このオープニングにも3期での伏線が散りばめられているということです。ちなみにですね、アウトオブコントロールでは、まあ、クダマの目玉とか、鴻上さんがドミネーターではなくスタームルガーしか持ってなかったりとか、鴻上さんの脱走が暗示されていたりと、まあ、至る所にが伏線だらけだったわけです。で、そしてですよ、今までのオープニングで最多登場人数を記録してます。ネームドキャラと思わしき人物だけでですね、なんと34人出てます。移民とかガヤとか含めるとも合計47人に上るんですね。まあ参考までに今までのシリーズでは、こうなってます。1期、前期オープニングですね、アブノーマライズです。2人しか出てません。これ、鴻上さんと茜ちゃんです。で、後期が9で、2期になりますと10人。劇場版が11人。で、SS がですね、KS123 で11、9、12となってます。まあ、ネームのだけ数えてるっていうのと、まあ、サイコパスよくあるんですけども、エフェクトが結構かかってですね、見逃してるキャラいるかもしれませんけども、まあ、そんなこと関係ねえっていうぐらい段違いに多いです。IG さん本気出しすぎちゃいます？中でもね、一番やばいのはこのおっさんです。足元見てください。そう、シビラの脳たちです。こいつ確実にシビラの根幹に関わっています。正直ラウンドロビン組よりもヤバいのはこいつだと私は思ってます。まあこの辺りで止めておきますね。はい、話を戻しましょう。つまりキュビズムも同様に伏線だらけであると思っていいでしょう。ということで、特に気になったのは次の4点。まず1つ目、歌詞です。そして2つ目、ドミネーターの変形を止める点。3つ目、茜ちゃんが網から外へ手を伸ばしているカット。そして最後にですね、最後のケイと新たな2人がドミネーターを撃つシーン。はい、まず歌詞です。その前なんですけども、キュビズムって何のことかご存知ですか？まあ芸術の話なんですけども、ピカソの絵とかによく使われる言葉なんですが、物を一方向からでしか見るのでなく、いろいろな角度から見て再構成するっていうのが、まあ、概要です。まあガチの美術系の人からしたらね、あっさりしすぎやろって怒られるかもしれませんが、まあ、ざっくり言ったらこんな感じです。そう、つまり一面的に見ては真の理解を得られず、多面的に見る必要があるということです。で、A メロの歌詞の一部なんですが、まぶたの奥に閉じ込められた刃物を取り出して、死神となって空気を伸ばす、息の根を刈り取ってと続いていきます。まあ他のアニメならね、あ、中二病っぽい歌詞やなーで済ませてしまうところですけど、サイコパスならそうもいかない。絶対何か意味があるんですよ。作詞の方も絶対何かしらイメージを聞いて、それを混ぜた歌詞にしてるはずなんですよ。ということでですね、まぶたの奥というと、まあ目、眼球のことを指しますよね。また眼球かっていう。ですが、もっと言いますと、まぶたの奥って眼球通り越して脳のことを指してるんじゃないでしょうか。そこから刃物、まあ、凶器ですね、もとい凶器を取り出して息の根を刈り取るんです。そして挙句サビ部分に覚醒する白夜、ボードとかしてと続くんですよ。これ完全に闇落ちの伏線ではないんでしょうか。閉じ込められていた刃物を取り出した結果、それは死神となってしまったわけです。この歌詞はですね、キャラ編でがっつり触れていきたいので、今はこれくらいにしておきます。そして次、2つ目のシーンですね、ドミネーターの変形を止めるシーンです。今までのシリーズではドミネーターの変形を止めようとしたことって、オープニング、エンディング、そして本編含め1回もないんですよ。あって、火星の強制エリミネーターです。まあ、あいつは中身がシビラだから除外するとしても、変形そのものを止めようとするなんてシリーズ通して初ですよ。しかも一瞬変形ちゃんと止まってます。明らかにこれ何か意味があります。で、
ドミネーターは、シビルの判定に従って変形しています。その変形を外部的に止められるっていうことは、シビラに外部から干渉したか、あるいは内部的にシビラとつながっている人間が止めたか、そして強制的に変形させられてしまい、それに抗ったかの3択が考えられるんですよね。まあそれかどこかのゴリラみたいにシステムを物理で強引に止めたっていうのがあるんですけども、まあ置いときます。いずれにしろですね、一度執行対象と判断したのに、その変形を止めるってことは、打ちたくない、あるいは打ってはならない相手に対して変形するシチュエーションが来るかもっていう伏線なんじゃないでしょうか。はい、3つ目、アカネちゃんが、フェンスから外へ手を伸ばしているカットですね。ところで皆さん、公式ページにですね、アカネちゃんのキャラクター紹介のページが追加されているのってご存知でしたか？あ、ちなみになんですけども、今作ではアカネちゃんは一期鴻上さんと同じ年齢の28歳になって、服装も落ち着いた感じになってますしね。もう一期の可愛い新人の面影がまるで仕事してないですね。いや、めっちゃタイプっすわ、可愛い。で、このカットのポイント、彼女が手を伸ばしている先の人々の方が重要だと私は考えてます。まあ、センターにいるのは子供を抱いた母親でしょうか。これ冒頭に出ていたような移民か難民たちですよね。まあ、移民で統一します。アカネちゃんは現在交流中ですが、その原因が彼らに事件捜査のため何かしらの接触を行う、あるいは行った結果交流されたのではないでしょうか。まあ、アカネちゃんが交流されている件はですね、別の動画でまとめる予定ですので、しばしお待ちください。はい、4つ目、そして最後ですね、ケイとアラタの2人がドミネーターを撃つシーンです。このシーンね、まあ、見てもらったら分かるんですけども、アラタの目が赤くなってるんですよ。まあ、単なる演出かなとも思ったんですけども、オープニングの間3回アラタの目の色が変わってます。内角写真から振り向いた後のシーンと、パルクールシーンは普通の色です。そして最初にケイとアラタがお互いにドミネーターを向き合うシーン、目を押さえて苦しむシーン、そして最後のシーン、目の色が変わってます。目の色が変わっているのはアラタだけですので、これも絶対何か意味があります。そもそもドミネーターユーザーの目が赤く発光する条件というのは、対象が脅威対象ではなかったためにトリガーロックされた時です。ですが2人はおそらく同一の対象を狙っています。なのに、K と新たで判定が違うのは変ですし、しかも2人はそれをものともせずに発射しています。どういうことなんでしょうか。単純に変色してしまうのか、赤目でも何らかの方法で撃つことができるのか、あるいは一気の最後の鴻上さんのようにパラライザーで固定されている状態のドミネーターを撃っているかの3つが考えうる可能性です。まあこれらの謎がわからなすぎてスルーしてましたが、前作キャラも全員しっかりとオープニング内に登場してますね。タバコ吸う鴻上さんに見下ろされる貴重なカットですので、鴻上さんファンはスクショ判定ですよ。そしてギノさんとスゴーさんが同時に出てくるあたり、2人の所属は、まあ、おそらく同じと見ていいんじゃないでしょうか。どうやら一がかりではなさそうな雰囲気でしたが、まあ、そこら辺もキャラ編の動画でまとめていきます。そして皆さん忘れてませんか。そう、花城フレデリカ、そう、ここにも出てないんですよ。あんなね、これから会われるわよってすらして K3 閉じといて、鴻上さん日本に連れ帰っといてですよ、オープニングに出てこないんでたるんでるんじゃないかって思いますよね。ところがですよ、最後の方のこのふわふわパーカー着て後ろ向きに倒れるこのお姉さん、フレデリカっぽくないですか。うん、反転させますね。うん、まあ言いたいことはわかる。うん、地下っていうとこれシオンさんっぽいっすよね。垂れ目で釣り眉だし、フレデリカとね、眉毛もう少し丸みを帯びてますしね、目もくっきりしてますし、ただですよ、こいつ倒れ込んでるところがね、まあ外部っぽいところなんですよね。潜在犯かつ分析官のシオンさんが外に出るっていうのはちょっと現実味がないですし、いや全くどうしたんでしょうか。弥生さんの趣味がこっち方向に行ったんでしょうか。はい、まあそれ置いといてですね、まあオープニングに47人も出ててハブられるっていうのもかわいそうなので、まあここはイメチェンしたフレデリカってことをとりあえずしときましょう。うん、きっと部屋着なんですよ。ギアを見誤らないのはいいことです。ただね、このカットを10秒使ってるんですよ。1分31秒中の10秒ですよ。誰にしろこれ絶対キーキャラクターですよね。ふわふわパーカー着てますけど。はい、オープニング編は以上です。まあ謎が多すぎてこの動画では一旦ここまでにしておきますね。ではエンディング編、はい、タイトルはバレット。サイコパスのエンディングタイトルには、全てキャラや物語に引っ掛けた意味がありました。一期ですね、名前のない怪物は鴻上さんのことを表してましたし、オールアローンウィズユーは、まあ、訳すとたった一人があなたと共にっていう感じですか。牧島と鴻上さんのお互い唯一的な関係性のことを示してますね。そして2期フォールンですね。黒に落ちている東金、そして茜ちゃんを黒く染めようとする東金、さらに言えば地獄の季節の飛行機墜落事故といった感じですね。とくればこのバレットにも何か絶対意味ありそうな感じですよね。銃弾です。でも銃弾だけでは撃てないですよね。そう、銃身、撃鉄や火薬、引き金、そう、銃本体が必要なんです。ここでエンディング前の茜ちゃんの発言を引用します。彼らに使命を託す決意をした、
妖剣となって見えざる敵にたどり着くことを信じている。そう、茜ちゃんが銃となってケイと新たの2人を弾丸猟犬として打ち出すということを示していたんじゃないでしょうか。自分が彼らを猟犬として使うことはできないけれど、銃として打ち出すことはできる。そう、茜ちゃんが2人を銃弾として2人に真実を打ち抜いてもらおうとしていたんです。そう、一度は敗れたその見えざる敵。はい、ではエンディング内の描写について考えていきます。相変わらずですね、サイコパスのエンディングはエフェクトかけまくるせいで静止画でも鮮明に見せてくれないんですが、気になるのは後半の写真が表示されるシーンです。2期のギノさん、1期鴻上さん、そしておそらく2期の茜ちゃんの写真が出てきますね。まあ彼ら単純にメインキャラクターっていうだけじゃなくて、おそらく過去の事件、ないし今回の事件のキーキャラクターになってくるってことはまずもって間違いないと思います。そしてシビラのデータベースのシーン、鴻上さんの服装が、まあ、いつものあのネクタイ緩めたスーツの姿でなく、ジャンバー的なものに変わり、しかも同じ画面に謎の女性が出てきてるんですね。まあその下はちょっとあの黒塗りされて見えないんですけども、前回の鴻上さんの考察で触れたフレデリカの仕事に関するメンツなのではないでしょうか。生年月日だけで没年が表記されていないことから、多分鴻上さんまだ生きてるんじゃないでしょうか。かあえて没年を表記してないか、まあこのあたりもですね別動画でまとめていきますので深くはあえて触れません。右側に出てる謎の女性と下のもちゃもちゃ頭の人間は今後あるいは過去の事件を語られる際に登場することは間違いないと思います。はい、まとめます。長々と語りましたが、まあまだ1話なんでね、少ない情報をこねくり回すしかないので、全く確信めいたことは言えてないと思います。これらの考察のいくつが当たっているか分かりませんけども、まあ今後見進めていくうちにですね、私の考察が皆さんの今作の楽しみに役立てば、まあ、幸いです。はい、これくらいしかまとめることがなくてすいません。次の動画はですね、多少はまとまりがあると思いますので、はい、ご勘弁願います。ではご視聴ありがとうございました。お相手はイムイムでした。失礼します。